こんにちは、速稼塾の久保です。まあ貧しい、貧窮れば鈍すると、なんかそんな言葉あったような気がしましたけど、正確には覚えておりません。貧すれば鈍するだったかな。まあ吉根さんがね、やっぱこうマイナスのところから、まあ何くそみたいな形で盛り上がってきたとか、例えばね、卓球とかでも想像するにね、なんか正確にレシーブとかできない場合は、なんでできないのかな、もう一回やってみようかなみたいな感じで、やれるまでやってみたみたいなところがあったのかなと思うんですよ。まあそれから前の会社にね、吉田さんがいた時に、まああの、年商20億みたいなね、キャッチコピーのもとにいろいろとやっていたと思いますけども、でも個人でやってることはむちゃくちゃ地味で、矛盾を抱えていてね、なんだこりゃみたいな感じだったと思うんですよ。カップラーメン食いながら会社に寝泊まり、そこまでしないと生きていけないもんなのかなとかね、思ったこともあったかもしれませんし、自分のマイナスじゃないのに部下のマイナスまで自分の責任として背負い込むところに、一人前って一体何なんだろうかなとかね、思ったりしたんではないかなと想像するんですが、まあこの負けず嫌いってのは大事ですよね。なんか負けてたまるかと、まさにね、私もね、若いやつに負けてたまるかっていうところもあるし、年食ったやつに負けてたまるかってところもあるんで、結局どこを見ても負けてたまるかって気持ちがあるんですよ。で今ね、ロスゼネ世代、40代50代になって、まあ、国に見捨てられて、国の支援なんてほとんどないまま、もうこれから老後の入り口に入るわけですよ、ロスジェネ世代ってのはね。その中でね、国は助けてくんねえって腐る人もいれば、私に言わせればね、国の手なんて借りねえよみたいな感じです。お前の手は借りねえよって、俺は俺でやっていくんだみたいな。どっちかっていうと、こう、なんて肩で風切ってね、から元気、からいばりをして、そのからいばりをどれだけ現実に近づけていこうかなっていうところですね。まあ言ってみればこれ憧れなんですよ。憧れっていうのは、まあ子供心、わらしの心って書くじゃないですか。幼い頃にどんな大人に憧れたか、どんな自分像を思い描いたか、つまりそれが、途中経過であろうとも、通過点であろうとも、一つの目指すべきゴールだったんじゃないかなと思うんですよ。まあ、家族がいてね、家があって、車があって、たまに旅行に行ったり外食行ったり、そして家ではマイホームパパみたいなね、近所の人にも信頼されてみたいなのを、幼い頃にまだ何一つ根拠がない中で憧れて、それを目指したのは私だったんですよね。で今その憧れを叶えてもいい世代になってきた時に、この程度のことは自力でやるかみたいな感じですよね。誰の手も借りねえよみたいな感じですよね。まあでも結局いろんな人のおかげだったんだなってことに気づいたりとかね、健康で事故もなく過ごさせてくれたこの国っていう環境と地域っていう環境と、それまでに関わった人とかね、まあ、まあお父さんお母さんもいたと思いますしね、本当になんかこう傷一つつけないように丁寧に育ててくれたんだろうなとか思ったり、まあ、最近もね、あの幼稚園のなんか敷地の金網をくぐり抜けてそのまんま池に落ちて亡くなってしまった小さい男の子の例があったんですけども、そういうことがないように二重三重にリスクエッジをしてね、目を離さないでいてくれた幼稚園保育者、それからいろんな先生方とかがいたんだろうなと私は思うんですよね。まあそこまでしなくても偶然生き残ってきたのかもしれませんけども、まあけどね、いろんなことを自分のためにしてくれたんだろうなっていうふうに想像した方が、自分もやらなくちゃなみたいなね、新しい憧れ像っていうんですか、まあ子供心ではないんですけども、まあどんな明日の自分になろうかなとかね、それから10年かけてやっぱり10年後の自分を作り上げていくときに、いきなりは無理なんですよ。例えば60歳にいきなりなるわけじゃないんですよ。人はね、人は60歳に70歳にいきなりなるわけではなくて、必ず5歳、10歳、20歳、30歳を通り抜けていくわけですよ。だから準備する時間はかなりあるんですよね。で30になった人も30になるまでに30年間準備ができたんですよ。いきなり30歳になるわけじゃない。だからゴールを決めて期限があるっていうのはもう誰の人生も明らかなんで、幼い頃からそれが設定できるかなと。で、まずいな、このままだとゴール地点を修正しないとなと思った時に、例えば小学生の時にプロ野球の選手になろうと思っても、中学の時に大体もう当たりがつくわけですよね。そうなったらプロ野球の選手を諦めて、じゃあ進学の方で頑張ろうかなみたいにね、修正していくとか、そんな日々を繰り返していけば、だんだん目標設定が正確になっていくんですよね。と同時に自分の人生の限界も見えてくるから、無理せずに過ごすこともできるし、
万々歳っていうところなのかなと思うんですよ。まあみんながみんなね、あの孫正義にもなりませんし、みんながみんなイーロン・マスクになれませんし、そこまでの人物にはまあ憧れる人ってあんまりいないと思うんですよ。まあ、あのなんですかね、実際に具体的に存在する人に憧れるのも一つですけどね、宮本武蔵とかね、勝海舟とか尾崎豊に憧れるのもまだなんですけども、まあアニメの人物に憧れたりするのもいいんですけどね。ただあのまだモデルがいない自分に憧れていくっていうのも一つの形で、うん、いろんな側面を持ってね、ある時はナイトライダー、ある時は宇宙戦艦マト、ある時はマイホームパパ、ある時はなんとかかんとかみたいなね、その側面の一つとして、なネットビジネスのプレイヤーみたいなね、塾を運営してますとか、元麻雀店ですから、まあいろいろあるわけですよ、まあ憧れですか。憧れっていうのはどの時代も大事ですよね、どんな自分になりたいですかって聞かれた時に、例えばね、あの筋トレのジムに通った時も、どんなあのなんですかね、目的持ってますかってカウンセリング最初に受けるんですけども、まあロッキーみたいになりたいっていうふうに言いましたよね。そしたら具体的で分かりやすいんですよね。こうなりたいって言ったら自分もはっきりするし、客観的にもはっきりするんで、こんな人になりたいですとかね、映画スターになりたいです、ロックスターになりたいですとかね、いろいろこう具体的にこうなりたいっていうことが言えるっていうのは、まあ目標や夢が具体化されてきて、具体化してるからこそ具体的に進む方向が見えて、それをつかみやすいのかなと思うわけですよ。だから漠然と捉えていたりとかね、なんか将来像、目的地ないなって言えばどこにもたどり着かないのかなと思います。だから明確に月収1万、あ、じゃない、100万稼ぎたいんだったら月収100万っていうべきだしね、だから具体性がないんですよね、何も成し遂げてない人ってのは。じゃあ今30のあなた、40のあなたはどういう30になろうとしてここまで来たんですかとか、40、どんな40になろうとしてここまで来たんですかって聞いた時に、何も考えてなかったとかね、いきなり30とか40にはなりませんからね。30年かけてゆっくりと30になる、40年かけてゆっくりと40になる、十分準備する時間も修正する時間もあったはずなのに、なぜかね、あれが悪い、これが悪い、何もできなかった、これができなかったとかね、何なんでしょうねっていうことですね。まあどう思っても自由なんですけども、まあ俺だけはそうなれないぞっていう、まあ自分の人生の挑戦かなというところでございますね。じゃあ今日も行ってみましょうか。308話、憧れ。